1GHA の三笘薫さん、シュートを打つことに意味がありました。日本代表は20日のキリンチャレンジカップ2023でペルー代表と対戦し、4-1で勝利した。この試合で1ゴール1アシストを記録した三笘は試合後、ちょっとミスキックになりましたが、シュートを打つことに意味がありましたと完璧ではなかったが、シュートへの姿勢がゴールに繋がったことを強調した。うまく右サイドで作って、左サイドに広大なスペースがあって1対1になったので、迷いなく打ちました。試合では前線からの守備、ボールを奪ってからカウンターに出ていくことを意識していました。ミスキックかもしれないけど最後のカットインからのシュートまでの動作が早かった。ペルーもわかっていたけどやめられないのがすごい。いやあれは当たり前のように決めちゃうのが三笘だよ。脱帽。試合終了間際でもずっと前線でプレッシングしてたのはさすが。別格の存在感と活躍。すげえ選手になったなぁ。伊藤三笘間の高速サイドチェンジからさらにスピードが上がってくる展開が何回あったか、って感じでボールの流れが見ててずっと気持ちいい試合だった。日本の攻撃陣は本当にタレントが揃ってきた。決定力不足と言われていた頃とは大違い。普通に余裕で勝ったね。ペルーもそんなに弱くないのに日本強くなったなぁ。低迷してた代表戦もこれからさらに面白くなってくるな。早くヨーロッパのリーグ始まってほしい。